7。白井君、君は票を集める広告塔だ。何もせず、お飾り人形として私の言う通り従っていればいいんだ。首の皮一枚繋がったな。二度と私に逆らうんじゃないよ、うん、半沢にしてやられた。すぐに別の手を打つ。絶対に債権放棄を認めさせてやる。